始まったクワクワクワク始まるよ。皆さん、ガバムです。おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようママ。ではですね、皆さんの方見ていきたいと思います。さあ、ここはここに生まれてますね。昨日どこでしたっけ？ピッ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 言ってたの。ちゃんと生まれてました。昨日ハッチしてた子にしようね。顔ひょこっと出してた子、無事にね、生まれて真っ白い子、ちっちゃい。ああ、よかったよかった。よし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 。4つ兄弟ですね、ここね。4つ兄弟。よし、次は。はい、相変わらずここはどうでしょうね。なんとなく、っていうちょっと雲ですね。はい、次はここ。よいしょ。ここは多分ですね、卵二手に分かれてるでしょう。多分それぞれ親違いますね、これ。ちゃんとね、皆さん、すごいと思いません？オカメインコちゃんと自分の卵分かってます、これ。これどっちかがホープでどっちかがユキちゃんですね。いやー、ユキちゃん頑張ってんなぁ。まあ、今回で、こっちはちょっともういっぱいになってるけど、誰が入ってるんだか、今ご飯食べてますかね、みんな。ていうか、休憩中ですか、皆さん。大丈夫ですか、卵。ねえね、ですね。ね、自分とこで一般の、一般って私も一般なんだけど、ブリードしてるしね、親がこうやって卵置いてあるのに、ね、こうやって出て歩いて、放卵っていうか、赤目なし。いやー、どうしてって、いつ帰るのあんた方、卵死んじゃうじゃん、とか思うでしょ。ちゃんとハードケアですね、オカメインコちゃん。どうぞ、あんた気持ち。はい、ここ。かわいい。ここはね、4つ生まれてます。ちょっと年の離れた子が1ついますね。ちゃんと大丈夫でしょうか。まあ、羽毛がモコモコしてるんで大丈夫だと思うんですけど。皆さん亡くなってる子いますね、これ。違った。命の塊です。すごいよね、うんち。これ、やっぱりですね、新聞はいいんだけど、まあ仕方ないわな、お金の子だから。ちょっとうんち汚いですけど。まあはい、そういうことでした。まず、ここは、これここに。ゴミでした。はい、次、隣行きます。ルビン君のところ。ルビン君。ミミはあれだね。かわいいね、ミミ。よし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 。かわいい。ここは卵1個ですね。ということは昨日生まれたんですね。まあ一応確実なんで、今日生まれなかったら明日あたり増えていくかな。さあ次こっちで、そこからですね、ちょっとひなの声が聞こえるんだ。
さん聞こえましたか？タバコの中からねえ、喋ってるひなです。喋ってるひな、まあ喋ってんだ。ね、皆さんね、玉をね、ああやってひなってね、泣いてるんです。喋れるようになれば。喋れるようになればね、ひなってね、卵の中であえてね、ピッピッピッピ言ってんです。だから、あえてね、喋るのっていうか、声が聞こえるのがね、稀で、まあ、生まれてくるちょっと前っていうのが一番聞きやすいんですし、橋打ちしてる時って結構ね、ピッピッピッピ言いながら、橋打ちするんだけど、まあ、本当にね、ほとんど寝てるのでね、卵の中でね、だから泣いて聞こえるっていうのはすっごい貴重なことです。皆さん、貴重な体験にですね、出会えてよかったですね。うん。本当にね、私今まで、そうだな、ブリーダーやってるんですね、ハッチっていうかね、その、孵化するところをね、見たっていうのは2日かな？ 2回かな？どちらかというと、本当ね、ずっと見てなきゃならないでしょ。したら何時間待たされるかわかんないですよ、出てくるのに。そんなことね、できないから、まあね、あれですけど、本当にその、今まさにホイ出てきましたっていうのはね、2回見たことあります。いやー、まあ親にね、助けられて出てくる子も見たことあるし、自分でね、出てきたことも、出てきたっていうのを見たことある。あ、2回じゃない、3回も4回もあるわ。ね、人工飼育で、保温器に入れてね、それでそこで見たっていう。それは1回。手元でね、保温器を目の前に置いといて、目の前にあっても、やっぱりそういうのね、見るのってあれなんですよね。大変。その瞬間に出会うっていうのはもう本当に貴重です。本当ね。まあ無事昨日ね、ピピピピ言った子は自分ちゃんと自力で寝てきた。うん、それとあと今日さっき泣いてた子、泣いてた子もまあ下打ちできると思いますね。あ、今日は明日。うん。まあそういうことです。では皆さんまたねー。待ってー。